おはようございます。即解塾の久保でございます。皆さんですね、堀江隆文さんが今日、東洋ビジネスオンラインだったかな、なんかの記事に書かれてる内容、ご覧になりましたかね。それはですね、あの計画とか目標とか必要ないんじゃないかなっていうふうな記事なんですよ。で、多くの方は、プラン、ドゥ、シー、チェックっていうふうにしてですね、計画をして、実行して、検証して、で、またやり直すみたいなことを繰り返していく。PDS、え、なん忘れちゃった。<laughs> あの、要するに、PC、P C プランドゥシーチェックかプランドゥシーシチェックサイクルをやっているんですけどもそれでもうまくいってないでしょとだからそれはもうそもそも間違いなんですよとそんな計画なんていらないですよどん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 やりましょうってことを言ってるんですけどもさあどうでしょうか私はね多くの方はやっぱりプランドゥシーチェックすらまともにできないのでプランドゥシーチェックをしっかりやっていくことだと思うんですよで一部の天才的な人は そのプラン 2C チェックとか計画とか目標なくてもその場その場のね起点とかノリでうまくいくっていうことが確かに言えると思うんですよ。 これには大前提として資金がしっかりあることっていうの余剰資金が余剰資金がしっかりあることとか余剰時間がしっかりあることそれからあ豊富な人脈そして、えー、行動力とかねマインドセット心ですよねこういったものが整っている度胸とかが整っていればまさにもう計画も何にもいらなくてすぐやれすぐやれすぐやれでいいと思うんですよだからこういう人を一部の天才っていうんですけども普通の人は なんかやろうかなと思ってもいろんなね、えーまあ、マインドブロックなり規制があってできないわけですよ家族の問題とかね今日は仕事で忙しいとかっていうので思いついてもなかなかできないんですよ、まあ、ですんでやっぱりプラン 2C ーーチェックぐらいはやっぱり使いこなしてからの方がいいかなと思うんですよね私の考えとしてはだからまとめるとね堀江孝美さんの発想は堀江孝美さんには当てはまるんですよでも多くの普通の方有名人でもない方で短期間で大きな実績を上げたりしたことのない方はやっぱり粛々とですね プランドゥーシーチェックを使えるのかなこなすことから始めていくしかないのかなと思ってますけどもね皆さんどうお考えでしょうかちなみに私もねあんまり計画せずにノリでやってるんですよね何もかも思いついたらすぐに行動してみてで結構それで失敗するみたいな感じがありますけどもいや私はどっちかっていうと失敗したくてやってるんですよね自分がどう行動したらどう失敗するのかっていうサンプルを集めるようなそんなね日々が人生だと思ってるんですよですんで うまくいくことをやっぱり期待しますけどもそれほどまでにですねうまくいくに違いないと思ってないところが私の無鉄砲なところなのかなと思いますよねだから会いたいなと思ったらすぐ会いに行っちゃったりとかね買いたいなと思ったらすぐ買っちゃったりとかしてその後のことは後でやっちゃうんですよ でもう力技ですよねどっちかって言ったらでも多くの方はそんなこと無理ですから、ね、やっぱり家族の問題があったりとか将来の設計があったりとかしますからやっぱり取り分けられる時間とか労力とか資金っていうのはそれぞれに分散すると思うんですよで私はだからね考えて思うのが私はあのまあ通常の方よりも資金的時間的な自由があるんでこれができるんだろうなと思うんですよもちろん最初はマージャン店のオーナーですから <laughs> できませんでしたけどねでもマージャン店が潰れてもいいから自分の思い通りにやるわみたいなねそんな無鉄砲さがあって今日に繋がって ただやっぱり多くの方はそういうことをねそういうわけにいかないと思いますんで堀江さんの意見は堀江さんの意見としてあってそして私たちはやっぱりプランド C チェックを重んじていかないとそこを突破してね、えー、天才の領域とかにはいけないんではないかなと思っちゃいますけどもいかがでしょうかそれでは本日は以上です